深井窓川、テレビ新広島のアナウンサー。東京都生まれ、埼玉県育ち。立教小学校、立教中学校、立教高等学校、明治大学小学部卒業後、2006年4月に、テレビ新広島へアナウンサーとして入社。同期入社はバーンゲルルミ。入社から2013年1月までの約7年間、男女を通して、 テレビ新広島の最年少アナウンサーだった。過去には TSS スーパーニュースのキャスターを務めたり、ローカルバラエティ番組の夜型人間に出演したりした。現在は主にスポーツ中継の実況を担当している。それぞれの競技における初実況は以下の通り、プロ野球の実況やインタビューにおいて、いくつかの初物や人事に携わっている。毎年開催されている。 FNS アナウンス大賞において以下の賞を受賞している。スポーツ部門において第30回31回と2年連続で部門2位の関東賞を第32回と第36回でブロック賞を第33回で部門1位のアナウンス賞を受賞した。ABC 深い窓か TSS テレビ新広島アナウンスルーム TSS テレビ新広島 2019年2月6日閲覧らん。TSS 深い穴。今年も広島の全アスリートの活躍に期待。グーニュース。2019年2月6日閲覧らん。2012年5月19日。ハムスポ。Go!Go!Fighters!TSS コラム。ほとほ。と。タイムデイリースポーツ広島版。原淵穴の穴ごと。ユうのコツコツ日記福井テレビ。 福井テレビ、2015年3月24日閲覧。TSS コラム、ホット、ホッ。と、タイムデイリースポーツ広島ワン、深い窓かの一人五時。おめでたい話。テレビ新広島、2020年6月16日閲覧。TSS コラム、ホット、ホッ。と、タイムデイリースポーツ広島ワン、広島東洋カープ関連作品、ソレイケカープ。 広島東洋カープスタジアムサウンドトラックビクターエンターテインメントビクターエンターテインメント2019年2月6日閲覧深山のもっかつバックナンバー一覧テレビ新広島2019年5月24日閲覧ありがとうございます